どうもこんにちは、下ベース俊二です。今日は視聴者の方から教えていただきました、こちら大人気の最強図鑑の新しい、かっこいいボックスの中にですね、オリジナルデザインのカード、そしてフィギュアが入った最強王ワールドボックス、こちらを見ていこうと思います。箱のサイズは縦が約18センチで横が約22、そして幅が約7センチとなってて、ソフビ最強図鑑のティラノサウルスと、並べてみるとね、まあこれぐらいのサイズなんで結構大きいねボックスになってて、箱正面はねこんな感じで、中に入ってるフィギュアの写真とか載ってるんだけど、なんかごちゃごちゃしてますねかっこいいね、あの恐竜とかのプリントもあるんだけど、なんか横の方にあってなんかいろんなもの載せようとしてなのか、ちょっとごちゃついた感じになってるね。でこれ中にフィギュア3体入ってると、この3体がね入ってるようで、はい、ティラノサウルス、ルシファー、王竜、オリジナルデザインの最強バトルカードがゲットできると。箱後ろにねセット内容が書いてますね。ペーパークラフト、そうだペーパークラフトも入ってた、うん、ペーパークラフトが入ってて、そして、バトルカードですね、3枚、ティラノサウルス、ルシファー、王竜のカードですね。でこのボックスなんだけど、開けると、まあ、こんな感じプレイマップみたいな感じで、あの遊ぶことができるようになってて、これ良くないですか、かっこいいんすよ。また後でじっくり見ますね。でフィギュアは3体、インペリアルマンモスにティラノサウルス、そして王竜の3体となってますね。ボックスがプレイシートになるんで、このフィギュアをねセットして飾って遊ぶことができるからかなり楽しめそうですね。で、こちらアマゾンさんで購入したんだけど、お値段が1980円、まだ中見てないから、まあ、高いか安いかはちょっとわかんないけど、開けてね、確認したいと思います。で、今回ね、コメントでね、新しいの出たよって教えてくださった視聴者の方、本当にありがとうございました。面白いの出たね。またね、なんかこんなの出たよとかあれば、よかったらぜひ皆さんコメント欄に書いて教えてくださいね。そしてチャンネル登録がまだの方は登録に、ベルマークのチェックの方もよろしくお願いします。すげえ、これマジックテープになってるわ。で2箇所止まってて、はい、開けるね。開けると、うわなんかかっこいい内側のプリント、何対戦ステージ、溶岩ステージ、やべえ。でさらに開けると、はいはい、開けると、なんだこれもう、内側にな、かっこいい最強図鑑でね登場する人気の、ドラゴンとかが乗ってると、ファイアードレイク、王竜、モーササウルス、来た。かっこいいよね。これ、ソフビで出ないかね。なんとか出ないですか？で、インペリアルマンモスが、入ってて、今回このフィギュアが入ってるようですよね。で、ティラノサウルスに、レビアタン。まあ、この辺もね、ソフビで出ましたね。ティタノボア。これはソフビで出てないけど、チョコエッグのやつとかにもなんか出ませんでした。なんか、うん、なんか入ってたような気がする。で、ライオンでしょ？シャチ来た。うん、なんかシャチ最近よく見る。はい、まあ、こんな感じのプリントがされてると。で、開けるとね、はい、なんかこんな感じ。この溶岩ステージの下はね、なんだこれ？ちょっとこう、芝っぽい感じになってるね。で、その横は何これ？バトルステージみたいな感じになってるけど、まあ、後で見ましょうか、これ。ね、ちょっと見にくいからね。はい。で、何これ何ここもなんかあるよ。あ、ペーパークラフトの遊び方っていうのが書いてある。土台に差し込んで立たせるようですね。まあ、こんな感じとなってるよ。おー、何これカードをセットできんの？はい。で、開けて、中に出ました。これがフィギュア。あ、小さ。あのね、ちょっと、ソフビを見た後なんで、ちょっと小さく感じちゃう。あの、アニアよりも小さくて、なんだろうね。あの、マテルのミニフィギュア、ジュラシックワールドのミニフィギュアのような、うん、それぐらいのサイズですかね。ちょっと小さいね。で、これがペーパークラフトになってて、まあ、組み立てタイプですね。そして、はい、オリジナルデザインのカードを丁寧に、1枚1枚入ってるね。これが3枚入ってると。まずはオリジナルデザインのバトルカードから見ていこうと思います。3枚ですね。はい、まず1枚目。
はい、裏はねこんな感じで、くるっと回してルシファー、悪魔を滑る神への反逆者。あのチョコエッグのフィギュアではこれシークレットになってたよね。いやかっけー。いや右にね長い剣持ってんだけど、いやすげー迫力ありますね。で、ここにね、分類とか、伝承地域なんかも書いてますね。最高傑作と言われた天使だったが、神に反逆して魔王となった底知れぬ魔力と、地暴カリスマを持つ。そう、人間との比較ね、サイズ書いてんだけど、人と比べるとね、かなりね、ルシファー大きいんですね。で、のグラフの方は攻撃力8、防御力7、持久力7、速さ7、頭脳が9、凶暴性は10と、恐ろしい。もうこれ見た目ぴったりですね。もう、恐ろしい感じ。もう10ですね、これね。はい、2枚目のカードはですね、こちら。恐竜ティラノサウルス、究極の進化を遂げた暴君竜。大型の肉食恐竜ですね。かっけー。体ね、あまり乗ってないね。頭だけなんだけど、ものすごい迫力。で、分類生息年とかね、まあ、この辺ですね。書いてます。体長がね、12から13メートル。人と比べるとこんな感じね。なんか、大きさで言うと、ルシファーと変わんないんじゃないかって思うぐらいの大きさですね。だから、ルシファーが、相当大きいんじゃないこれ。はい、まあ、こんな感じで、高さあるよね。脅威の顎、獲物との距離を測りやすい目、優れた嗅覚など狩りのために究極の進化を遂げていた、と書いてますね。攻撃力10、防御力7、持久力6、速さ5、頭脳6、凶暴性こちらも10と、ルシファーと同じ。最後、3枚目のカードは、ドラゴンの王竜、天地を滑る竜の王。かっけー。綺麗なブルーカラーになってて、まあソフビでね出てるから、ね、今回のあのフィギュアでもこの王竜が入ってますからね。楽しみっすね。これさっきまで人がいたんだけど、これわかんないね。人が小さすぎてわかんないとか、戦闘体長150メートル。やばいね。だからか。うん、人が小さすぎてわかんないみたいな感じかな。3000年をかけて王竜になると、天界と地上を往来したり、天候を自在に操る神通力を持つようになると。攻撃力がなんと10、防御力が9、持久力8、速さ8、頭脳が8、凶暴性がね、意外と低い。6ですね。3枚のカードで、ね、まあ、数値ちょっと見比べたいと思います。はい、3枚並べるとこんな感じで、攻撃力が高いのは、ティラノサウルスと王竜同じ10ですね。で、防御力が高いのは王竜。で、持久力は王竜で、速さも王竜。で、頭脳は、ルシファーね。で、凶暴性はね、王竜は低いということで、この数値だけ見ると、王竜がこの中では一番強くて、まあ、2番目はルシファーになるのかな。まあ、順番的に行くと、こっちね。1、2、3。まあ、こんな順番となってそうですね。まあ、でも、うん、ティラノサウルスもルシファーと変わらないぐらいね、かなり数値高かったっすよね。最強図鑑のソフビに、このね、バトルカードをね、セットで付いてたんだけど、このカードと、はい、見比べると、デザイン変わってますよね。ただ、まあ、数値的なもんは変わってない。同じとなってて、本当にね、もうこのイラストが変わってましたね。王竜のバトルカードも見るとこんな感じとなってて、デザイン変わってますね。うん、体全体がこう見えるような、そんな感じに今回変わってますね。ペーパークラフトを組み立てますね。まあ、これ抜き取ってですね、この土台があるから、まあ、これ差し込むだけなんで、すごい簡単ですね。土台にパネルをもう差し込んだらこれで完成。めちゃめちゃ組み立ては簡単ですね。残りもこんな感じで、組み立てます。ペーパークラフト6体組み立てれました。体太い巨大ヘビですね、これ。ティタノボアに、見た目はね、めちゃめちゃ可愛いんだけど、まあ、凶暴なシャチ。翼広げてね、こう飛んで、なんか、口開けてるんで戦ってんのかな、これ。ファイアードレイク。これ、そういえば反対が、なんもないですね。反対がなんもない。
僕の大好きな海生爬虫類ジュラシックワールドシリーズでもね、おなじみですね、モササウルス。ペーパークラフトでは一番大きいレビアタン。ソフビでもね、このレビアタンはいてて、こちらになるんですが、ね、体が黒でちょっと岩のようなゴツゴツした感じで、ちょっとねゴジラっぽいんですよ。なんか四足歩行のゴジラのようなね、そんな形になってますよね。ラストは百獣の王ライオン。かっけー、たてがみいいね。ふさふさの毛のこの感じのねプリントなんか素敵ですね。あとねペーパークラフト2個あるんだけど、はい、エフェクト青ね。台にこの炎をね差し込んで、はい、2個あるんで、まあ、こんな感じで差し込みます。でバトルカードを立たせるようになってて、そう、この間にねカードを差し込むんすよ。こんな感じでセットするみたいで、お気に入りのカードをねこんな感じで立たせてセットできるようになってるみたいです。同じ形で炎が赤いにエフェクト赤のやつもあって、そう、これもね使い方同じですね。カードをこの間に差し込んで、まあ、こんな感じでセットできるようになってます。次は3体のフィギュア取り出してみていきます。まず1体目、体が茶色カラーのインペリアルマンモス。全長が約7センチ、高さが約3センチとなってて、ソフビアフリカゾウと大きさを見比べるとこんな感じとなってて、うん、あのソフビのフィギュアと比べるとかなりサイズはね小さくて可愛いですね。アニやマンモスのフィギュアと比べると、まあ、こんな感じとなっててめっちゃ色似てる。サイズの方は、うん、アニアよりもねやっぱだいぶ小さくはなってる。ただあの本当めちゃめちゃ小さくてこう持ちにくいとかそういったことはないですね。後ろから見るとこんな感じですね。大きい体、ちょっとお腹のところがふっくらとしてて、またねシワなんかもあって、形これもいいね。で、足はまっすぐピンピンと、うん、突っ張ったような形になってて、なんかあんま動きのある形にはなってないね。で下から見るとこんな感じ。頭大きい、こう耳もね大きくて、目が水色、ちょっと怖いんだけど。で鼻はねこう下に垂れてるんだけど、こう前の方はちょっとくねっとこう曲がったね形で、この牙と同じような、うん、あの角度で曲がってて、これちょっと面白いかも。で頭、あ、動く、え、横には動かせないけど、あのね上下に動くようになってるようですね。こんな感じで動かせます。はい、あとはね稼働するところはないですね。2体目はねドラゴン王竜。全長が約 7.5 センチとなってて、めちゃめちゃ躍動感のある形になってるけど、何か獲物と言いますか、まあ敵を追いかけてるような、そんなすごい形になってる。これソフビ王竜と、比べると、まあこんな感じとなってて、サイズは小さいんだけど形的にはこっちの方がめちゃめちゃかっこいいね。うん、すげえ動きのある形になってる。これ体綺麗なね青カラーになってて、よく見るとこう鱗がね一枚一枚あるようなね、そんな感じの造形になってて、尻尾なんてこんな感じですよ。くねーとこめちゃめちゃ曲がってっしょ。で翼は紫色になってるんだけど、こう上にこうわさっと上げてね、こうなんか飛んでるわけでもないけど、なんか動かしながら方向転換をしてんじゃないっていうね、そんなすごいね形になってるね。で意外とね足があのソフビと比べるとスリムで、なんか速い動きもできそうなね、そんな形になってる。ソフビのねオーリーはちょっと動き鈍そうな感じしたけどね。はい、で頭こんな感じ、口を開けてな、何か吐き出しそうなね、そんな迫力の頭になってるね。で王竜は稼働するところはないですね。うん、王竜は動くところないね。最後は恐竜、大型の肉食恐竜ティラノサウルスは全長が約8センチ、体の色は茶色カラーの単色かな、あ、下がベージュカラー、ベージュじゃない、白っぽいね色になってますね。2色になってて、形はね恐竜のなんか消しゴムあるじゃないですか、
あれとちょっと似た、形で、なんかどっかで見たことあんぞっていう、そんな形になってる。ソフビティラノサウルスと、並べて見比べるとこんな感じとなってますね。ポーズちょっと似てるかも。すごい、背中真ん中ボコッと膨れてる。で、肌ね、ザラついた肌になってて、後ろ足の筋の入り方、かっこいいね。で、残念ながら爪の部分細かいペイントはされてなくて、で、お腹の部分ね、皮のたるんだ造形とかね、この辺、いい感じっすね。で、短い前足、ね、こう指なんかちょっと広げてるような可愛らしい、ね、ポーズになってて、大きい頭、目が白。なんで白なんだろう。もうなんか黒でいい気がするんだけど、白くなってるね。口はね、閉じてるんだけどね、何か敵と戦ってそうな、そんな雰囲気はあるんだけどね、口開けてたらね、かっこよかったと思うんだけどね。まあでも、口閉じてるけど、歯は見えるようになってると。まあこんな感じでしたね。3体のフィギュア、ソフビと比べると小さいけど、もう全然こう手に持って遊べる、ような感じで、また形も小さいけどしっかりとした形なんで、まあ飾るのにいいんじゃないですかね、これね。コレクションとしてはいいと思うんだけど、まあ3体しかこのサイズないからね、できればガチャフィギュアとして他のね、なんか出してほしいね。それでは最後はですね、このボックスの内側のプリントを見ましょう。ボックス広げるとこんな感じとなってて、この縦で約52で、横ね、ここからここまでで約60ちょっとありますね。だから結構大きくて、はい、プリントの方ですね。まず下、対戦ステージ、溶岩ステージね。はい、こうドロドロっとこう、溶岩が流れてるようなそんな感じになってて、かっこいい。ここは、ドラゴンとか置くとね、いいかもね。で、次のステージですね。対戦ステージ、荒野ステージ、まあそれぞれのステージになってると。はい、まあここはね、ちょっとこう昆虫に動物フィギュアとかセットするといいかもしれませんね。で、その横は、最強マスターバトルということで、まあ特に何もないですよね。で、この上ね、対戦ステージ、森林ステージ。あ、ここの方が昆虫が良かったか。ってことは、まあまあ、どっちでもいいんだけど、あと、ここでね、こう、ライオンなんかバトルさせてもいいよね。で、この上の方は岩場ステージになってるね。あー、ルシファー、でもドラゴンがこっちの方がいいかな。まあ、どっちでもいいんだけど。はい、まあ、こんな感じになっていって、素敵なね、プリントになってるね。はい。で、その最後横ですね。水辺ステージ。うわー、なんだろう、これも。なんかね、プリントがね、ぼやけたプリントになっててね、よくわかんないんですよ、これ。これ、まあ、かっこいいんだけど、なんかもうちょっとはっきりとしたね、プリントにしてくれてもよかったよね。はい。まあ、ここは当然、シャチとか、その辺のフィギュアね、海の生き物セットをすると、かっこよく飾れそうです。プレイマップの上にですね、この今回のセットのフィギュアを、はい、こんな感じで置いて、どこでもいいんだけど、はい、オーリューはこの溶岩ステージなんかに置いちゃったりしてですね、まあ、こんな感じで飾ることができるようになってて寂しい。セットのフィギュアサイズ小さいからね、まだまだこれ乗せることできますね。一緒に最強図鑑ソフビをセットすると、まあ、こんな感じとなってて、今までに出た最強図鑑のソフビ、もう全部上に乗せることをできるぐらいのサイズになっている。はい、こんな感じ。かっこよく飾れて遊べますね。大事なの忘れてました。ペーパークラフトも、そうだ、セットで入ってたんだ。これなんかもね、一緒に、まあ、ここにセットして、で、お気に入りのカードね。はい、まあ、こんな感じで差し込んで、わー、あの箱のプリントと同じだ。めっちゃわちゃわちゃしてる。まあこんな感じで、いっぱいこの上にセットをして、はい、遊ぶとね、かなり楽しめると思います。ペーパークラフトオリジナルデザインカード、フィギュア、そしてボックスの内側にはかっこいいプリントがされてて、開けて、フィギュアをね、こう飾ったりして遊べる、最強図鑑、最強ワールドボックス。視聴者の方にね、教えていただいて購入したんだけど、これは相当面白かったです。最強図鑑のソフビね、まああれもね、サイズが大きくてかっこいいんだけど、ちょっと遊んだりするのには、まあ、これぐらいのサイズのフィギュアがね、
本当ね、ちょうどいいっすよね。まあ、アニアぐらいでもいいかなって思うところもあるんだけど、まあでも全然このサイズでも遊べると思う。ただまあ、ちょっと寂しいのはこれまだ3体しかないから、さっきも言ったんだけど、ガチャで、まあフィギュアとしてね、出してほしい。これ、人気、みんな最強図鑑人気あるからね、ガチャフィギュアで出たら、みんな回すと思うんでね、ぜひ、ね、うん、で出てほしいよね。で、ソフビ飾るね、なんかプレイセットなんか出ないのかなっては思ってたんだけど、ね、まさかこんな形で、はい、ボックスの内側のこう、プリントをね、広げてこう、マップにしてこう、セットできるから、これ、すごい便利品でいいね。また、この片付けも、中に入れちゃったら、もうおしまいなんで、楽々片付けることもできるんでね、これはかなりおすすめですね。この夏よかったらぜひね、こちらで楽しんでみてください。はい、ということで、今日の動画もですね、最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだの方は登録、またね、こんなの出たよとかね、あったらぜひね、コメント欄に書いて教えてください。で、今回ミニフィギュア3体のみだったんだけど、まあ、こんなフィギュア出たらいいなとか、あったらよかったらぜひコメント欄に、書いてくださいね。では、次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。